ちゃん、信じられないかもしれないけれど、僕のび太なんです。やっぱりそうかい。あんたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったね。分かった、おばあちゃん、お嫁さんに会わせてあげる。結婚式を見に行こう。なんでこれんだ。本当にどうしちゃったのかしら。のび太さん、なんとかしてよ。ドラえもん、君が変わるしかないんじゃないの。僕もついてるからね。のび太さん、やっぱり大人の僕を探し出すしかない。心配させて見つからないね。いないね。うわ、大人ののび太くんどこに行っちゃったんだろう。泣いていいのよ。なんで結婚式から逃げ出したのさ。僕はもう静香ちゃんのことが好きじゃないの。そんなわけないだろ。好きだよ、大好きだよ。僕はこんなだから、もしかしたら静香さんを幸せにしてあげられないかもしれない。のびちゃんは本当の強さを持ってるんじゃないのか。僕は静香ちゃんとの未来を必ず取り戻す。スタンドバイミードラえもん2。